はい、どうも、はじま教授です。まあね、聴診科来ますね。まあ聴診科が来なかったのはやっぱこれ、まあ、ジェルマパが来るから。まあね、5億体もの数なんでね。まあ率直に言って俺は1時2時4時に関してはいいと思うんすけど、問題はレイジュとジャッジですよ。そのいまいちね、性能が良くないっていうか、いいんですけどね、なんか今回はね攻撃的な感じがするんですよね。でもだったらね、ジャッジさんを一旦の間1ミリの攻撃力 2.25 倍とまでいかないけど、それくらいはやってほしかったよね。強靭タイプの攻撃力 2.25 倍、それくらいやってほしかったよ。まあ幅は広がりましたよね、火力としては。前が何だったっけな、弱くなったのかな、1ターンの間1ミリのスロット影響を倍にし、1ターンの間強靭野心格闘タイプ、格闘タイプキャラの攻撃を倍にし、文面文言だけ見れば弱体化してますけど、やっぱ攻撃力とスロット影響だとやっぱ圧倒的に攻撃力の方が強いんですよね。まあ、なんでかって言うと、スロット影響っていうのはやっぱスロットに左右されるのと、スロット一致しなければまあ多分かかんなかったはずです。うん、1倍はなんかかかんなかったかな、多分かかんなかったんですよ。でスロットが揃った時のみ効果を発揮するんですよ、スロット影響なんで。でもかかったかな、でも普通で考えたら 1×2 でかかるんですけど、まあ、多分かかんなかったのかな、仕様で。いやでもかかるよな、よくよく考えたら。まあそれについて俺よくわかんないですけど、多分かかんなかったかな。まあでなんとね、フリスロット一時は、攻撃力がさらに弱体化してしまいます。まあ、今回の場合では、今回じゃないな、スロット影響が2倍の場合ではなんとね 0.25 火力が、まあフリスロット一時の時点で 0.5 倍なんで、それに拍車をかけて 0.25 と。でも多分、で通常の場合は2倍なんで、それをさらに2倍にすることに4倍になります。すごい強い火力ですね。なんでこういう時に溢れるんだろうな。まあ溢れてはないですけど、ライフガードね。まあデブのたしなみということで。まあ性能見ていきましょう。一応ねゲームイズさんの見てますけど、いやーでもレイジュとジャッジなんですよ。ジャッジに関しては、いやそれいるみたいな、なんかそれいるっていうのは一つあるね。2ターンの間受けるダメージは 30% 減って感じです。でね、一番ひどいのは戦長効果ですよ。チスロットしてけ、フリスロットも有利扱いになるはまだいいですよね。でも火力が全く上がらない。でも火力はね上がるっていうのはちょっときついと思う。火力はねもうほぼ最大火力っていうか、現環境でも何番目だ、もう4番目ぐらいの高火力なんで、4、5番目じゃないな、まあ5、6番目かな。まあ1点だけの火力で見たら、でもなんかちょっと 1.8 倍は欲しかったよね。なんか、その4倍をちょっとだけ超えるって意味で 1.8 倍欲しかったけど、まあフリスロットも有利扱いになる。まあいいですよ。なんでまあ即属性で言ったら、なんだ、即属性で言ったら技属性か。で、技属性で言ったら力属性。力属性で言ったら即属性。心属性で言ったら地属性。地属性で言ったら心属性。合ってるかな。まあそれが有利扱いになるんで、レイジュはあまり恩恵はないってことかな。恩恵ないね、レイジュは。レイジュは恩恵がないんだよね。レイジュはあまり恩恵がないっぽいよね。
あ、でも戦意効果が出てないな、レイジュだけ。だからなんか、いわくつきなんだろうね。あ、あと忘れてました。コストは40ですね。ガチャ券は。ぶっちぎり今回の試み、ガチャ券が、まあ、超進化、いずれ来るとは思ってました。まあ、これで来るってことは、まあ、バンバン来るようになるんじゃないかなと思いますね。いろんなガチャ券で超進化が来るようになると。だったら、まあね、あると思いますね。これを機にね。で、めんどくさいことしますよね。いちいちね。なんか、そういうとこ運営はさ、細かいよね。なんか、いちいちなんかね、専用素材とか作っちゃったりする。なんでそこすんのって。もっとさ、超進化素材をみんなにね、渡り、もうみんなに配りやすくするようにすればいいのに、みたいな。クリスタルスカル。だから、クリスタルスカルを集める。で、クリスタルスカルを進化させると、進化させると、最終的には、クリスタルスカルになるよって。めんどくさいけど。それくらいしてほしいよね。それ遊び心じゃないけど、アホだけどね。クリスタルスカルを作るのに、クリスタルスカルのかけらを5個で、クリスタルスカルの、ちょっとね、破片みたいな。破片変わんないか。の、一部分。それを5つ集めると、クリスタルスカルになるぞ、みたいなね。まあ、それでみんなにやってほしいよね。で、たまーにクリスタルスカルがドロップするみたいな。まあ、そんな感じにしてほしいよね。まあ、どっかで見たことあると思うけど、進化素材を進化する。誰か。俺、キン肉マンのマッスルショットしか知らないな、それは。まあ、ありますよね、なんかでも。いろんなゲーム。モンストかな？パズドラかな？まあ、わかんない。まあ、そういうのでもいいと思うんですけどね。もうちょっと時間かかるのかな？そうすればもっと楽なのにね。なんでいちいち専用素材？専用素材の方がなんか、プログラム的には楽なのかな？バグがなくて済むのかな？何なんだろうね、専用素材。の方が簡単なのかな？というか、ただ単に意地悪なのか。まあ今回もね、その専用素材5個必要。これ闇深そうですよね。今回またね、すごいね、アホみたいなね、難易度で出してくるんですよ。それでガチャを引かせるみたいな作戦？やめてほしいよね。はっきり言ってね。ほんとやめてほしい。まあまあまあ、難易度 SG。いや、ジャッジに関しては難易度高くてもいいですけど、ガチャゲンはちょっと難易度は優しめにしてほしいな。まあまあまあ、そんな感じかな。まあ5個なんで、まあだいぶ周回しないといけないんだろうね。アルティメットだと全部が、まあ1個ずつ、まあできるけど、みたいな。必ずゲットみたいなやつなんだろうけど。まあマスター難易度とかになってくると低確率だとか言い始めるかもしれない。まあ普通確率かな。で、まあ、エキスパートは低確率。でもね、絶対マスター低確率とか、アルティメットで通常確率とかやっていきそうだからね、運営は。きしょいから。俺、運営ね、いや、だって今回の件だってさ、なんか手抜いてるっていうか、もうちょっと強くしてもよくないか。その、受けるダメージ15%減をさ、もう20%なりにしてほしいし、1ミリの体力も1.35倍は欲しいよね。1.5とは言わないからさ、1.35倍とかに欲しいよね。で、さら、強靭タイプはさらに1.2倍みたいな。ねえ、なんかそういうのが足りないっていうか、やっぱ超進化ね、まあ、今回はね、手抜いてるっていうか、ジャッジなんだよ、大事なのは。でもジャッジもなんかスキルは強くなったけど、2ターンの間受けるために30%減でしょ？で、なんか、で、レイジュ。レイジュの本来の目的もなんか、まあ、これが、そうなのかわかんない。必殺技がそれが合ってるのかわかんないけど、1ミリの攻撃であると必殺封じを3ターン回復でしょ？え、しょぼくね？ゲップしました。ああ、でも弱いな。今回のジャッジ。弱すぎでしょ。2ターン内で受けるダメージでしょ。で、ジャッジめちゃくちゃ強くないですか。ああ、前のジャッジの方が強かったな。だって封じ状態7ターンも回復してくれるんですよ。で、レイジもね。で、他のやつが担ってくれてんのかなと思ったら、そうでもなさそうなんだよな。1ミリにかかってる被ダメージ増加状態を3ターン回復。
二次が、一味に敵にかかっている、攻撃力アップ怒り状態。四次がなんだ、四次がなんだろうな、まあ、四次やねん。船長求人で敵にかかっているダメージ軽減、一定激減ダメージを3ターン減らすと。すべてなんかね、ずれてるっていうかね。なんつんだ。まあ、ずれてますよね。しびれーと毒でしょ。そのためになんかレイジュいたのになんかさ、毒を与える側になってさ。で、今度は逆にレイジュこっち版を使おうとしたら船長が地属性で使えませんよ、みたいな。嫌がらせをしてくる。まあ、1時、2時、4時に関しては前の、やつでも使おうと思えばできるかな。できなくもない。そこになんかね、めんどくさいけど、ね、シャンクス入れればね、できますから。一味は心スロットを有利扱いにする。まあ、シャンクスの強い効果は出せないけどね、まあ、プラス 0.9 はできますから。あと、格闘タイプ、絞り込む検索する。まあ。まあ、上は何考えてんのかなって思っちゃいますね。なんかね、最近の主要ギミックって言ってもね、主要だけど、なんか痺れ船長効果目標、これすごい大事だと思うんですよね。で、あと軽減も重要だと思うし、体力回復も重要なのに、それが全部なくなっちゃうっていう。だからね、これぶっちゃけ俺ね、悪いところが、超進化は簡単だけど、超進化と超進化前で使い分けしましょうね、みたいな商法なんですよね。これがまた気持ち悪い。ジャッジ2体持ち。全員、ジェルマ W6 2体持ちにして、超進化させて、で、進化前でやりましょうっていう、また課金させようとする戦法。あ、それもいいと思うんですけど、進化してんのに退化してますからね。強いて言うなら船長効果の倍率がちょっと増えただけですよ。0.1 プラスされたくらいですからね。0.1 まあ、なんだっけ。25×1.3 は。3.15 倍率ですか。まあ、0.2 か。言うなら。3.15。0.2。おぉ。って感じですよね。俺はなんか、まあ、1時、2時、4時に関してはすごい強いと思います。こいつらに関してはね、よくやったと言わざるを得ないくらいのすごいね、いいですよ。1時、2時、4時に関しては、すごいといいですよね。これは。みんな強い。ダメージ軽減も。こいつら持ってたら無敵だし、で、地属性の時っていうので、なんと、まあ、超進化来るか分かんないけど、3時、使えます。ねえ。まあ、3時の船長効果が被りませんからね、全員。まあ、確かに、あいつはなくなるか。あれはなくなっちゃうかな。ダメージ量アップか。ダメージ量アップはなくなりますけど。でも、ジェルマ W6 って属性相性ないよね。ああ、でも意味ないのか、属性相性、そもそも。いやー、ズームしてた。まあ、こいつらはいいよね。なんで1時、2時、4時はすごいいいんだろうね。俺はこいつは好きです。だって2ターン内でチェンケース 2.75 って破格じゃないですか。で、3ターンの間 2.75 とかいなかったっけ？わかんねえ。あ、違う。3ターン内で 2.5 か。あ、すいませんね。見てましたよ。いやー、まあ、でもなんか
すごいちょっと悲しい上進化ですよね。で2ターンの間ダメージ軽減 30% って何ですか、その嫌がらせみたいな。ねええー、ですね、まあ攻撃超攻撃型って感じですね、はっきり言いますと、うん。まあ、ジャッジ自体の汎用性、まあダメージ軽減はいらなかったから、でも封じ回復なくなったらでかいです。意外に封じ7ターン回復ってね、需要はあったと思うんですよ。なのになくなっちゃうかって感じまあで毒回復と、まあ、しびれ、まあ、毒回復はいいかなって思いますけど、しびれですよ、うん。しびれ回復って今でも使えますし、まあ、攻撃力ダウン回復っていうのは嬉しいけど、うんって感じですね。まあだからジャッジで使い分けしろよとね、ジェルマ W6 のファンのためのね、その超進化みたいなところありますね。ジェルマ W6 が好きな人は超進化前と超進化後を使い比べてね、どこ行っても超進化でできますよみたいな、そういう強みかな、うん。まあ強いかな。それでなんかね、まあ、もう破格ですけど、レイジュさんの船長効果で、船員効果でむちゃくちゃなの欲しいよね。一味の必殺封じ3ターン回復と、しびれを3ターン。まあ、これは船長が、地属性と強靭の時、地属性かつ強靭タイプの時、みたいな感じでやってくれたら嬉しいですよね。なんだっけ、打突強靭なんですよね、ジェルマさんって。あ、強靭野心だった。まあ地属性かつ強靭タイプの時は一味のしびれ、なんだ、しびれと船長交換無効と必殺じゃいいか、まあ3ターン回復みたいな。で封じもついでに3ターンくらい回復してほしいけど、あの繊維効果です。封じ回復と船長交換無効回復ないですからね、うん。でもそれくらいなんか破格な繊維効果にはしてほしいですよね。まあ強いて言うとかの前に一旦は絶対欲しいね、しびれ回復一旦は。でもこうなるとなんか限界突破厄介すぎですよね、うん。限界突破厄介ですよね、なんか、うん。そのシステムをさ、超進化後はさらに強くしてほしいよね。超進化限界突破なんだから、どう考えたって超進化してまたさらに限界突破するのが強いに決まってんじゃん。だから超進化後だけはそのさらに改良版の繊維交換してほしいね。トラファルガーローの悪夢とかありますからね。あのトラファルガーローが打突斬撃タイプから打突白色になって、白色パになったのも関わらず繊維交換なんと打突タイプっていうね、あのわけのわからん繊維効果事件もありましたから、そう考えてくると限界突破がネックになってしまうから、限界突破を進化後、超進化後、超進化前で、変えてほしいのもありますね。そうすると、まあ、また運はなんか嫌なことしてくるかもしれない。でも単純にその効果っていうのを変えずに上位互換にしてほしいんですよね、大抵のもの。でも繊維効果とか変えるよとかあるかもしれないです。で、あの攻撃力強化とかもちょっとそれはないか、それは上昇はないけど、そういうの欲しいですよね、やっぱり。そういう事故あるかもしれない。で、繊維効果もより強くなってるよみたいな、うん、そういうのできると思うんだけどね、うん。進化版は変えなきゃいいんだけど、そのアイコンだから、まあある程度は決まっちゃうけど、さらになんかね、超進化後の方が限界突破の効果がいいみたいな、 95% の確率で攻撃力が 15% 上乗せみたいなのも出てくるかもしれないしね、まあ、90% が確率で攻撃 15% 上乗せとか、まあ封じ完全回復とか、一味の回復無効10ターン15ターン回復、
僕が1000、ダメージを受けた後ダメージが、基礎攻撃力500アップとか、もうそういうのもいいけど、なんでそれを頑なにやろうとしないのかっていうのもありますからね、運営。でもね、なんか運営、なんなら頭回ってないのかなって思うんですよね。その超進化は絶対強くしませんから。でも今回の超進化、今まで、でもそんな強くなかった。ガチャゲン、でもガチャゲンであの強さ破格でしょ。あのね、全員の必殺技強すぎですよ。まあこれからはね、なんかガチャで僕3時当てたんでね、1時、2時、4時と3時でね、もう周回していこうと思います。周回しないか。まあ心属性の敵に対してね。あとね、白ひげ親父いますからね。でも親父いたとしても、あと親父とかね、トレジャーマップキャラも超進化してほしいですね。トレジャーマップキャラも超進化が欲しいっていうか、まず単純に、トレジャーマップで超進化してほしいキャラってね、まあ何人かいますけど、俺ね、親父だけ超進化してほしいな。なんであんな弱くしたみたいな。落差ありすぎですからね。あれ、クソ弱いじゃん。あんな、全体攻撃だってミホークに負けてんだよ。防御貫通はできるけど。防御効果、防御力が貫通できるけどさ。それは魅力的だけど、16万、17、8万程度じゃ倒せない、あの雑魚が増えてきたし、まあ、あれですよ。まあ、HP がちょっと高い敵といえば、なんだっけ、あれあれ。セニョピンだ。セニョピンの、やつとか、決戦セニョピンとかは、あれですかね、周りのね、取り巻き、HP 31万くらいですから。30万出せるやつはね、30万出せんのは現状モリア。嘘嘘、モリア100万出せます。で、あと30万以上だとキングパンチ。あとルフィも、多分あれね、なんかね、攻撃倍率150倍くらいあるんで、まあ、やろうと思えば40万出ますね。150倍あるでしょ、あれは。やろうと思えば40万近く出せるんで、取り巻きが倒せるけど、みたいな。いや、ルフィ欲しいな。強すぎでしょ。ね、新しいルフィ、新ルフィ。もうルフィね、もう4つフェス限出てるからね。まあ、主人公だから全然出ていいけど。まあ、許される、そういうところを隙を狙ってやってくるのもね、せこい商法で、まあ、それがビジネスですからね。でもなんか前のトレクルが優しすぎたのはありますよね。あそこまで優しくするかってくらい優しかったんで、まあね、ちょっと、これが普通ですよ。もっとひどいアプリありますからね。だってまだまだトレジャーマップとかやってすごい強いキャラ出してるのは、いい方だと思いますし。まあ他のアプリは見てないけど、でもやっぱりね、とっつきやすいとは思うんだよね、難しいところも。まあ僕も、いや、そんなに、まあ、トリクラ歴に1、2年なんで、そんな言えないですけど、まあ、でもパズドラとかモンストから入ったら多分できないと思いますね。でも最初のうちは何も分かんなかったんで、やってるうちに分かるって何でもそうだと思いますけど、でもね、俺パズドラとかよりもね、あんま技術がいらないと思うんですよ。モンストとか角度とかあるでしょ。で、タイミングっていうのはね、慣れなんで、そこまでね、まあ、ずっとやってればできるもんです。まあ僕は擬音隠しとかやれてパーフェクトは取れませんよ。でもそれも普通らしいけどね、それ取れればかっこいいけど、そこまでいけません、僕まだ。ね、弱小トリクラなんで。みんなね、やっていくうちにわかるゲームだと思うし、タップってそこまで下手じゃなければ困らないし。まあ、緊張したらみんなタップ外すから、まあそれを、まあまあまあやってれば慣れますから。まあ僕も下手ですけどね、タップ。むちゃくちゃ下手です、僕は。トリクルっていいゲームですし、ワンピース好きだったらより好きになるんですよ。僕、ワンピースにわかだったんですけど、このゲームやることによって、やっぱキャラの愛着がより深まるんですよ。あのキャラ、強えじゃん、このトリクル内で、みたいな。そういうのとかね。まあ、トリクルはね、なんだかんだ言って潰れてほしくないですよね。
だって面白いですもん。これで課金できたらどれほど楽しいかって思っちゃいますよね。でも今度課金しすぎるとね、すごいみんなやめちゃうらしいですけど、俺はね、まあお金がね稼げるようになったので課金したいと思いますよ。いやでもね、はっきり言ってね、楽しいですよ。このゲームは楽しい。すんごい眠い。眠いけどね、明日7つの滞在があるんですよ。ね、中二病キッズ御用達アニメ、7つの滞在、23話ですよね。すごい熱いところなんで、まあメリオダスさん復活するときには話全然違いますけど、いやでも今回の超進化ちょっとって感じですよね。でもガチャゲン超進化自体が嬉しいですけど、重要なのはフェスゲンなんですよ、超進化で。いやでもガチャゲンは1時2時4時1時2時4時に関してはもう100点といえば100点。100点といえば100点かな。ていうか100点ですよ、100点なんですけど、レイジュとジャッジどうなのと。まあレイジュは多分繊維効果でね、強めなのが来ると思います。強めなの来るかな。まあ来るとは思いますけど、そしたらなんかね、いやレイジュ来てほしいのはあれだね、力即技有利扱い。でもそんなんじゃないんですよ、レイジは。一味のしびれ一旦、二旦、三段欲しいよね。しびれ三段回復、船長効果向こう三段回復、封じ三段回復、とか、毒完全回復とか、そういうなんかチート繊維効果欲しいですよね。船長が地属性の時、野心タイプの時、強靭タイプの時、すべてが揃ってる時、みたいな感じの、ちょっと長ったらしい繊維効果でもいいんで、それは欲しいよね。やっぱ、そこで全部保管したら俺は、運営さん最高ってなると思いますよ。もう、環境変わる。でも、それ、強すぎだけどな。環境全部変わるっていうね。まあ多分、有利扱い系のスロットですけど、まあ。まあでも、今回も商法ですよね。はっきり言って超進化は誰でもやりやすくするから金払えっていうやり方、まあいいと思いますけど、まあ僕石ないんで、今回はまたトレジャーマップやります。ちょっとね、生放送始めるんで、はい、あざした。いやトリクル最高。